エルドラド？あの子もつくづく難儀な星のもとに生まれついたもんだ。兄貴は失踪、唯一の保護者も殺された上に自分まで狙われちまうなんて。キングがお前を求めてる。あいつは俺が守る。捕まえんな。お前、エルドラドを知ってるか？欲望を渦巻く巨大都市ラッセル。またあの子は。一人の少女と大男、ここにいろ。二人が出会う時、運命の物語はセクシー始まる。俺は最強の魔界騎士だぜ。ねえ、なんでソードはエルドラドを追いかけてるの？しつけえな。あ、不良少女は夜までに家に帰れよ。元気そうね。久しぶりじゃねえか。魔界奉仕はそれなりに忙しいのよ。あなたはレディーのお相手でお忙しいみたいだけど。エルドラドって何なの？あ、もしかしてこの人も魔界騎士？どこへ行くのソフィー？ちょっとお散歩。緊急事態だ。今までは運が良かっただけなの。暗黒騎士。気持ちはわかるわ。ダメ！でも何かあってからでは遅いのよ。ソフィー、これが私たちの仕事よ。魔界騎士と関わるのなら、あなたはこの先こういう現実を数限りなく見つめ続けることになる。その覚悟があなたにはあるの？お兄ちゃんがいなくなったのがホラーやエルドラドと関係してるなら、ソードの力が必要なの。なんて名前なんだ、お前の兄貴は？悲しみは言えない。でも俺たちは生きていく。奴を叩きに行くほかないだろう。西は危険だぞ。エルドラドと呼ばれる何らかも西の方角にあることが推察されます。エルドラドとは場所なのか、それとも何かの組織の名前で？どうだった、奴の件は？主よ、感謝する。この敵と出会わせてくれたことを。お前の主とは何者だ？キングの命じた小娘はどうしたのだ？じき俺を追ってここへ来るだろう。早く来い、黄金騎士ガロ。母さん！最強の白銀騎士がなんて様だ。バカ野郎！そう遠くない未来、お兄ちゃん！あの子の決断が世界を揺るがす。ガロ、バネシングライン。いらっしゃい。ご参拝。え？いいか、おっぱいってのは世界で最も尊いものなんだ。キモ。